てるよ、大丈夫だよ、みんな安心して履いてるよ、履いてる、大丈夫だよ、履いてるから大丈夫だよ、安心してみんな、みんなの大好きな野球甲子園常連校サラパタゾキャッチャーターレード力チャカイタラサラ皆さんこんにちは、テスです。今日はとにかく明るい安村さんは心配しないでね入っていますの人気なコントをします。それ後でボーナスコントがあります。野球のテーマがあるから楽しんでね。はい、始めましょう。もし動画が面白ければチャンネル登録といいねお願いします。じゃあ行きます。いやーみんなとにかく明るい安村です。みんな世の中には動きや角度によって履いてるのに全裸に見えるポーズがあるんだ。今日はそのポーズを紹介するぜ。まずは陸上競技のスタート。全裸に見えるポーズあるよ、カモン。大丈夫だよ。スタートで全然見えるときがあるんだね。続いては日本の国技相撲だ。相撲も立ち合いの瞬間全裸に見えるポーズがあるんだ。それでは行くよ、カモン。生えてるよ、大丈夫だよ、みんな安心して、履いてるよ、履いてる、大丈夫だよ、履いてるから大丈夫だよ、安心して。みんな、みんなの大好きな野球、野球の花形ピッチャー、ピッチャーも投げる途中全裸に見えるポーズがあるんだ、カモン。大丈夫、入ってるよ、大丈夫、入ってるよ、入ってるですね、入ってるね。ピッチャーもあるけどバッターもあるんだ。全裸に見えるポーズ、カモン。入ってるよ、大丈夫だ、入ってるよ、大丈夫、入ってるから大丈夫だよ。すごい。みんな最強の全裸ポーズってあるの知ってるかい？これは女子におすすめの全裸ポーズだ。全裸ポーズ、カモン。どうだ、乳首も隠れるぞ。最後に全裸ポーズのダイジェストだ。3発連続いくぞ、カモン。高校野球にはいろいろな高校があります。野球部にあまり力を入れてない高校、地区予選ベスト16の高校、甲子園常連校、甲子園優勝校、それぞれの野球部にはそれぞれ独特な声の出し方や発音があります。その独特な声の出し方や発音をしっかり覚えて高校野球を楽しく見ましょう。レッスン1、あまり力を入れてない高校。こんにちは、ベスト16の高校、こんにちは。甲子園常連校、こんにちは。甲子園優勝校、キャッ。レッスン2 あまり力が出ない高校。こんにちは、1年俺のグローブ持ってこい。
これ俺じゃねえだろ。別の16の高校、あ、1年俺のクラブやってかい。お前これ俺じゃねえな。甲子園常連校、あ、ちゃあ俺カーってかい。カレッジ、え、日本語ですか。甲子園優勝校、ちゃあこカーってかい。チャラカチャラチャラレッスン3、おもろチャラチャラ、あまり力を入れてない高校、サードバンチャルぞ、おい、キャッチャー通りやるぞ、セカンドチャック開いてるぞ、嘘だよ。ベスト16の高校、サードバンチャルぞ、キャッチャー通りやるぞ、セカンドチャック開いてるぞ、嘘だよ。甲子園常連校、サラパタドキャッチャータレドチカラチャカタラサラ甲子園優勝校サラパラチカラチャカチャラチャカタラサラ何言ってるのレフボーあまり力を入れてない高校ピッチャーしっかりしてるよアウトだセンターバックバックランナーサードヒットだ中堅しっかりサードタッチアウトセーフかいベスト16の高校ピッチャーしっかり打ち取りよ打たれたセンターバックバックランナーサード行ったと中継しっかりサードアウトセーフ甲子園常連校チャンス返したよキャラ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 チェケチケサラキャラキャラキャラ甲子園優勝校とにかく明るい安村さんの大丈夫です入ってますのコントがいつも面白いですね。好きなポーズが野球のポーズ、好きなポーズをコメントしてね。あとこれで安村さんの野球コントも面白かった。ある時点で安村さんは日本語を発せなくなったね。とにかく明るい安村さんのブリテンズゴッドタレントのパフォーマンスにもリアクションをしました。ここから見えます。私のメンバーシップかパトロンというサービスに参加して私をサポートしてくださいね。じゃあまた見てね。バイバイ。